流行りのタピオカとかよく食べるんですか？大好き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 。そこまでじゃないけど。鹿のとこ美味しくないですか？行ったことない。鹿行ってみたいの。あ、そうそうそう、美味しい、美味しいよね、美味しい。ついていけてない。コンマティ美味しい。クレマジャクシみたいな。マジで美味しい。美味しいんだ。へえ、美味しい。ミルクティーですか？黒糖、黒糖もあるし、ミルクティーもある。ミルクティー甘くない。あ、いいね、うん、大人の味。台湾行ったら安いじゃないですか？っていうね。台湾安いって言いますよね、うん。台湾国？国。へえ。ねえねえ、どういうこと？台湾のなんかタピオカあるじゃないですか、今。うん、あるね。だから日本の台湾かなみたいな。台湾行くと安い。後半炸裂。順調です。順調です。入っちゃったかな。またプラスキューだ。本当だ、奥だよね。でも距離ないから。で、二段グリーンかな。二段ですね。あ、二段ですね。あゆちゃんの手前で止まってる。なんかバンカーの横にあるよって。こっからだと。142だと7番で打ちたいんですけど、ちょっと結構ヘリが高いんで、8番でピン手前でもいいかなとか思いながらギリギリまで迷います。アゲンストもあったし、顎も高くてダフっちゃいました。上げようとしたら。ちょっと大きかった。いいですかね。持ってる持ってる。ナイスオンです。ちょっとボギーきそうです。ダメだね。止まらなかったです。もうちょっと止まるかな、スピン効くかなと思ったんですけど、止まらなかったです。
ナイスでーす。週何回やってるんですか？どう？週2回は。週2回。週1ですね。週1、うん、あとは自分でって感じです、ね、うんうん、週3。週3、うん、多いね。すごい。今年も今さえあればジム行けます。お、今さえあればめっちゃ筋肉質ですね。やばいです。動くこと大好きなんで、うん、気づいたらすぐジムに行きます。気がついたら気がついたらめっちゃ笑ってるみんな。押すのかと思った。左の安全に狙ったのね。真ん中から入ってた。狙ってないって。狙ったって。狙ってないって。本当に。
うん、ナイスオン。ありがとうございます。ナイスです。すごいですよ。階段がつくほどの顎の高さです。私隠れちゃうの。とりあえずぺっとりソールがつくぐらい開いて、あんまり上げ落としせずに上からくるっと叩いて上げるだけみたいな。結構あれは100点に近いです。
見ました。